こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、はい、中国政府そして中国経済の崩壊がますます近づいてきた、まあ、はてなという裏話でございます、うん、というのもですね、今中国では格付けがトリプル A、 その一番いいやつとかダブル A、 その次にいいやつなどの社債がデフォルトしまくってます。そして本来なら今年2020年中に、うん、まあ、中国の金融の最大の超やばい問題の一つであるシャドーバンキングの問題をまあ解決する予定だったんですけども、うんうん、まあ、一応表向きにはコロナ禍の影響で1年間延期されることになったというニュースです。ではまずこちらのニュースからいきたいと思います、はい、中国の石炭大手の格付け、うん、トリプル A だったのにその社債がデフォルトしたということですね。これ11月10日、まあ、ちょっともう日本語読みができないんでテロップで出しておきますけども、この、まあ、エース集団という日本語もそのまま読めばですけどね、ここの石炭大手がですね発行した超短期社債 20SCP-003、まあ、償還期は270日なんですけども、これがですね償還期限を迎えたものの支払い不能に陥り、額面でいうと約159億円がデフォルトしました。これを受けてですね、中国の債券市場にはデフォルト増加への不安が今めちゃくちゃ広がっております。というのもこの会社はですね、河南省最大の国有企業である、これはまあちょっと日本語で読めないので、まあ、中国語でこのまま書いておきますけれども、この河南農研の傘下の石炭大手の会社で、この石炭会社の 96% の株をこの河南省最大の国有企業が 96% を持っております、うん、つまり簡単に言うと国有企業の子会社ってことですね。でこの河南農研っていうとこは河南省国有資産監督管理委員会の直轄下にあって、グループの従業員数はもう18万人にも上ると、もう超大企業でございます。すごいね。そこの子会社がデフォルトしたってことですね。へえ。で債券市場の関係者にとっても、うん、この石炭会社のデフォルトはもう寝耳に水の状態でした、うん、というのもですね、まあ、中国の格付け会社の最大手で、しかもアメリカのムーディーズも出資しているんですけども、うん、そのこれまだちょっと中国語読みがもう日本語読みできない、もうテロップで出しておきますけども、この格付け会社がですね、その石炭会社に対して最高ランクのトリプル A の格付けを、うん、なんと10月10日に付与したばっかりだったんですね。へえ。つまりトリプル A の格付けということは超安心の格付けの社債なんですけど、うん、1ヶ月ちょうど1ヶ月後にデフォルトしました。めちゃめちゃやな。格付け会社の意味を。そうですよね、うん、1ヶ月前に今までもっと下やったのをトリプル A になりましたと、最上級ですよ、うん、ここの会社を投資家も買いますよね。買う買う。1ヶ月後デフォルト。めちゃめちゃやな。え、もうそういう場合はどうなるんですか。ゼロになるってことですか。だから そこの債権は今のお金返ってこないことですね。そしてですね、河南省には、まあ、いろんな銀行、これもちょっと日本語読みできないのでテロップ出しますけど、いろんな銀行とか証券会社の地元の金融機関とかね、ノンバンクがあるんで、普通なら10億元、つまり先ほど言った156億円ぐらいのお金を融通するのは全然難しくないんですよね、うんうんうん、なので起きてはならないことが起きたと感じていると債券市場の関係者はコメントしています。なんで、え、貸してって言わへんかったってこと。貸してって言っても貸されへんかったってことですね。貸してもらえなかった、そして貸せなかったということです。貸したらいいのに貸せなかったってことですよ。そうなんだ、何があったの。つまり超大手企業です、うん、そしてもっと言うとバックには中国共産党もいます、ね、なのにたかだか160億円くらいのお金も集められなかったっていうことです。銀行も貸したくなかったってこと。貸した返ってこないのかっていうから信用力も全くないってことですね。はあ。だからもう一回言いますけど、超大手企業やし親会社はもう中国共産党の真下にいますから、うん、もう信用普通なありまくりですよね。そうですね、まあ、トリプル A やしね、うん、普通銀行、地元の銀行貸してくれますよね。しかも160億円っていう大企業にとってはそんな大きなお金じゃないから。そうですね。でもそれさえ貸してくれなかった、貸せなかったということです、うん、ということになっております。でデフォルトから1日後11月11日には、先ほど言った格付け会社はこの石炭会社の発行体の格付けを一気に WB まで引き下げました。トリプル A から WB、 これこのコーナーずっと言ってますけども、投資適格債からの投資不適格債になったということです。
はい、WB ってことはハイイード債、ジャンク債、もっと言うとクズ債ですよね、になったということですね。だから一番頂点の AAA から一気にハイイード債になったってことです。もう一回言いますけど、1ヶ月前に AAA になったばっかりのに1ヶ月後に WB になったという、すごいことが起こっております。そしてこの会社はですね、デフォルト発生の20日前にも額面で言った約150 160億円の中期社債も発行してます、うん、そしてこの会社のですね、償還期限前の社債、つまりまだ残って返さなあかん社債は11月10日、先ほど言ったデフォルトした時点でまだ23本残ってて、ほう、その総額は約3722億円に上ると。しかもそのうち約1900億円がなんと半年以内に償還期限を迎える予定になっています。つまりイコール資金繰りの問題などが解決しないと近いうちに今後もデフォルトを連発する可能性があるということですね。半年内に1900億円も返さなあかんので、うん、そのお金がないってことはもうデフォルトしまくるということですね。そんなことになっております。あ、デフォルトしても倒産するってわけじゃないんや。倒産するわけじゃないです。ただかその社債返せないってだけなんでね。なるほど、手形とはまた違いますから、銀行の。まあでも信用力なくなりますからね。そうですよね。で、今回のデフォルトはですね、先ほど言った親会社であるその国有企業の資金調達の支障をきたす可能性があります。まあ、子会社というのがね、AAAがダメだったんで、これ河南省国有資産監督管理委員会の報告書によると、まあ、新型コロナウイルスの影響と、まあ、石炭産業自体がもう景気低迷によって赤字がすごく増えてるんで、資金繰りは悪化の一途をたどっていると言われています、うん、そしてこの親会社は2020年8月末の時点で総資産が4兆5235億円あるんですけども、負債総額が約3兆7667億円になっておりまして、うん、総資産に対する負債の比率はもう 83% に達していると、うん、もう借金だらけということですね。なのでこの会社で債務危機が発生すれば、まあ、連鎖反応を誘発して少なくともこの河南省とかそういう地域での金融危機を引き起こしかねないという今懸念が出てきております。こういう時って親会社助けようとしないんですかね。助けれないんです、お金ないから、うん、おー、そういうことね。もう一回言いますけど、国有企業、上京さんとの会社ちゃんの子会社やけど、株式も 90 何%持っているから助けれなかったわけですね。はあ、160億円ぐらいが、はあ、ないんですよ。だから、はあ、どこにもない。あったら助けるんですよ。そうですね。これが民間企業やったらまあ助けないですよね、うん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 、当然ですけど、一応共産党系列ですけど助けれなかったってことです。それぐらいお金がない、経済危機になっているということですね。はあ、でもやばい、中国はやばいってことなんだね。そういうこと、まあ、中国では河南省はもうやばいことになっているということですね。しかも実はこの会社だけではございません、うん、例えば清華大学、まあ、中国で言ったらもう東大ぐらいになるような ね、 そうですね、超名門大学ですけど、ここが支援している半導体メーカーの、これももうちょっとテロップ出しておきますけど、紫光集団、日本語で直訳したそういうところとか、自動車メーカーのこの会社もですね、大手企業も相次いでデフォルトを起こしてます、うん、まあ、やはりコロナ禍というのと、あと米中貿易戦争などの影響で中国経済が超やばい状況になっているということですね。なるほど。だ、大手が次々と社債デフォルトさせているということですね、うんうん、しかもですね、もう一つ大きな問題は、まあ、七海さんもちょこっと言ってましたけども、中国の格付けが全く信用できなくなったということです。まあですね、まあ、もともとね、国際的にはあまり信用されてなかったんですけれども、今回おそらくこれがとどめなんだろうということですね、うんうんうん、先ほどご紹介したように、最上級一番上のAAAの格付けを取得していた債券がデフォルトとなりましたし、うん、これ実はもっと裏話をするとですね、ここ数年で中国でデフォルトした債券の 90% 以上は、そのデフォルトした時点、返済不能となった時点での格付けがシングル A、ダブル A、トリプル A なんです。マジで？デフォルトした会社の 90% は A 以上の会社なんですよ。いや、投資できますよって言われてた会社ってことですよね。つまり普通は低リスク、低リターンですよね、うんうんうん、だからもう安心して買える、老後でも安心して買える社債やったわけです、うん、でもデフォルトしてるのはこの9割全部 A 以上ってこと。つまり実態はボロボロやったってことですね。ハイリスク低リターンまあそういうことですね、うん、なるほど、うん、なので本来なら投資家がもう超安心して買えるはずの格付けなのに、実際は超ヤバい会社ばかりだったということです、うん、なるほど。まあ、もっと言えばね、なんか社債をなんとか買わせるために格付けを開けていたんじゃないかという疑惑さえ出てきているということですね。
まあ一応もっと言うとですね、この格付け会社自体もまあムーディーズ出資しているとはいえ、ほとんど中国共産党もねお金入ってるんで、その中国共産党が持ってる格付け会社がしかも自分たちの国営企業にどんな格付けしてもまあ信用できないですよね。そうやね、もともとね、うんうん、そういうもんやね、うんうん、ちょっと大げさに言うしね、中国の人ってね中国共産党が格付け会社持ってます、うん、中国共産党傘下の株式会社です、うん、ここの格付け会社がここに格付けするときに悪いこと言わない言ったらね、呼び出されますから、うまいうまい、そして二度と帰ってこなくなります、ね、旅に出されますよね。まあもっと言うと、まあ、これは別に中国だけに限らずですね、格付け会社なんかね、これを出せばね、格付けなんて変えますので、そうですね、あ、いやいや大丈夫か、大丈夫か。まあ、このような背景があるんで、テカの投資家はですね、中国のソブリン債、つまり国債ですね、はめちゃくちゃ買ってるんですね、うん、でもそれよりも利回りが前年高い中国の社債を避けてるのはそういう理由があるということですね。なるほど、過去付けがもう信用できないということです、うんうんうん、実態が分かんないんですね。そういうことですね。そして今回の件で国有企業、そしてその取引銀行の信用状況をめぐる懸念も広がったということです。なるほど、まあ、AAA の企業でもデフォルトするってことですからね、うんうん、そしてそこにお金を貸す銀行もいなかったということです、うん、貸せなかったってことですからね。またですね、そのような社債を持っていた機関投資家とか投資会社などはこれ損失補填しなダメなので、うん、最も流動性が高い、まあ、中国の例えば国債とかを売って資金確保に動く可能性もあるということです、うん、そういう理由があってですね、中国のこの社債不安もあって中国の国債も実際に今めちゃくちゃ値下がりしております、うん、中国で社債デフォルトが今先ほどご紹介したように相次いでおりまして、その中国国内の国債需要にも影響を及ぼしていると。なので国債の値下がりっていうのはもう年には続くだろうと言われています、うん、実際にですね、中国の10年もの国債は11月の時点で言ってももう7ヶ月連続の下げとなっています、うんうん、実際もしそうなればですね、2007年以来の長期下落局面に入っているということです、うんうん、13年前ぐらいもし国債が信用されてないところで、いや売られてるということですね、うん、で13年前ってまだまだ中国これが伸びていく時あったんで、もうそれぐらいの今ことになっているということです。なるほど、国債価格の下落の背景にはですね、今先ほどからずっと言ってるようにこの社債のデフォルトとかあったりとか、あともう一つ中国で今大問題になっているのがですね、今年の残りでですね、もう市場でいうとですね、93兆7000億円、まあ、約94兆円規模の流動性が不足すると言われているんです、うん、という課題にも直面しているんですけども、中国当局、まあ、中央銀行をはじめとした中国当局は景気回復してきてるんで、うん、逆に金融政策の引き締めに転じようとしてるんですよね。ほう、本来もう一回言いますと、市場にはこの年内で94兆円お金が足りなくなるということは明らか、うん、でも中央銀行はもう金融引き締めに入ってるんで、うん、これどうなんのっていうことも今になってます。なるほど。で中国人民銀行、これ中央銀行ですけれども、11月16日に、まあ、3兆1800億円は資金を供給したんですけど、先ほど言ったように94兆円足りないんで、うん、全然焼け石に水で94兆円足りないの、はあ、ということで全然流動性をめぐる不安払拭はできなかったということになっています。だから、うん、今金融システム自体がすごくもうめちゃくちゃになっているということですね、うん、今中国はそんな状況になっております。そしてもう一つですね、中国経済が超やばくなっていることが分かるニュースについても見ておきたいんですけども、これがですね、中国の経営危機回避のためのシャドーバンキング規制の実施が1年延長になったというお話です、うん、中国人民銀行、これ先ほど言ったように中央銀行ですけども、まあ主にですね、銀行が、まあ、中国規制厳しいので、その規制回避するために迂回融資をするシャドーバンキング、まあ、いわゆる影の銀行ですね、うん、を抑制し、資産運用業界の成長化を目指すルールを、まあ、導入しようとしたんですけども、これ完全実施までの猶予期間を本来今年末、2020年末で完全実施する予定だったんですけども、1年間延長して2021年末まですると発表しました、うんうん、中国っていうのはですね、もうこのシャドーバンキングがもうめちゃくちゃ問題になってまして、もう普通に銀行とかお金借りた融資するときも普通に銀行借りるこのシャドーバンキングを借りたりしているので、もう全然めちゃくちゃなことになっているということですね、うん、そのためルールをですね、2018年4月に発表した金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見というので、この2020年末までに、今年末までにそれを遵守することによって正常化していこうと言ってたんですけれども、延期されました、うん、それ何がこのシャドーバンキング問題かというとですね、例えばですね、本来リスクが高いはずの高リターンの資産運用商品、
ってことはこれハイリスク、普通ハイリスク、うん、ハイリターンになりますよ ね、 そうですね。リターン高い資産運用なのに暗黙の了解で元本保証してました。おだ万が一損しても元本返ってきますよ、うんうんうん、でもリターンめっちゃ高いですよ。まあ理財商品とか言いますけどみんな欲しいですよね、うん、いいですね。でもこれはただ単に売るために売ってただけであって、うんうん、まあ、みんなに売ってるからほんまに元本保証されるかなんか全くわからない。なるほど、返ってくるかどうかなんかわ からない。でも返したことないもんみたいな、ね、うん、そういう、ね、ことですね。それがですねもう大企業だけじゃなくて個人投資家まで販売されてめちゃくちゃ問題になってるんで、この規制によると元本保証はもう完全に禁止するということになっています。証拠では超高リターンやのに元本保証されてるってことはリスクないってことですよ。ほんまですね。ノーリスク超ハイリターンがめっちゃ売ってた、シャドーバンク勝手に売ってたってことです。へー、それみんなそっち買いますよね、うんうんうん、っていうことになってたりですね。まあ、あとこの難しい言葉で非標準化債権類資産とか言われたりするんですけれども、これはですね例えば不動産プロジェクトに出資したらその収益の一部受け取ったりするっていう権利なんですけど、こういうのはもう市場を通さなくてもう闇の中で売買されているんでそれも禁止するということですね。そういうのが中国にいっぱいあるということです。シャドーバンキングというところにいっぱいやられているということですね。そしてレバレッジ もうめちゃくちゃ何百倍ってかけたりしたりする商品はあるんですけど、その一切禁止して正常化させていこうっていうのを今年末までに完了させる予定だったんですけど1年延ばしたということです。できんかったっていうことですか。まあ一応表向きにはコロナがあるからということですね、うんうんうん、あとですね今実際借りてる企業とかその債権をシャドーバンキングを通して投資家を打って資金調達した会社とかはこれからまともな言うたらまともなやり方しかできなくなるんで、うん、コロナによってまあ影響を受けてるんでそれを今一気にやっちゃうと逆に倒産する会社増えれないかということで一応延期になったということです。なるほど、今はだから汚いやり方でお金集めてる会社が多すぎたってことよね、うん、そういう全部そう基本そうやったわけ、ね、基本そういうことですね。なるほど、うん、それをもう完全に正常化していこうとしたけど、まあ、コロナも影響もあって1年見送るしかなかったということですね。なるほどね、うん、まあ、本来ならねそのシャドーバンキングはもう別に言ったら影の銀行なのに、まあ、どんどん潰れたりもしてたんですけど、うん、このシャドーバンキングにいっぱいお金を出しているのが共産党の幹部とか軍の幹部なんで、うん、そう簡単にも潰せなかったということです。もっと言うと、まあ、これもどっかのコーナーに言いましたけど習近平がここまで強くなったのは実は潰れかけたところいっぱいあるんですけど、うん、例えばね中国で8つの軍隊に分かれてるんですけどね、その最初の頃は全然習近平さんに忠誠を誓ってなかったと、うん、でも軍のトップの人たちはみんなシャドーバンキングお金預けてその方がすごくリターンノーリスクハイリターンでお金入ってくるので、うん、みんな預けてたんですけど、これの配下に入るならこのシャドーバンキング税金助けられるぞという機会にあんだけ強くなったんですね、裏話をすると。なるほど、うん、シャドーバンキングによって強くなったんですね。そう、シャドーバンキングを助けてあげる、あなたもう全財産ぐらいシャドーバンキング A シャドーバンキング言ってるでしょ、俺の言うことを聞かへんかったら A シャドーバンキングに税金で助けなくて潰しますよと、いいんですかと、いやいや困りますよね、さすがに困りますね、うん、じゃあ忠誠誓いますってなって、はい、こんだけ強くなったってことです。すごいですね、うん、金融の使い方がちょっとうまかったですね。裏の使い方がうまかったんですね、うん、ヤクザですねだ潰れてるシャドーバンキングいっぱいあるんですけど、うん、大物がつけてるとこは残ってたりするんですね。なるほどね。でもそれもさすがにもう無理になってきたので一旦2020年末でちゃんとしようとしたんですけど、表向きにはコロナの影響が伸びたと。なるほど。裏はだからそういう人たちがね、うん、いやあったんじゃないかなとか、まだちょっとまだ1年待ちというわけで中国金融の最大の超やばい問題の一つとも言われているシャドーバンキングの問題解決は1年延期されることになりました、うん、とはいえですねこの中国シャドーバンキングの問題はもうあまりにも闇が深すぎて、うん、実際どれくらいのお金がこのシャドーバンキング流れているのかっていう本当の数字は分かっておりません、うんうん、もうめちゃくちゃって言われてます。お金が中国経済に対して何倍もあるんじゃないかって言われてます。で今回ご紹介したようにAAA の社債でさえ超やばいので、うん、それよりももっと超やばい金融商品ばかりのシャドーバンキング問題はですねあと1年解決していくのか、どころかこのシャドーバンキング内に売られているさっき言った元本保証商品とか一旦崩れ出したらもう一気に崩れていくんで、それが波及していって中国経済一気に吹っ飛ぶことはないのか、うん、中国経済の崩壊の危機はますます超やばくなってきたということですね。なるほどね。今までは中国経済が伸びてたから全部こういう危ない商品作ってうまくいったわけですね、うん、元本保証しても経済伸びてたんで返ってきたわけですよ、お金は。
でもそこが崩れてきてるし、今言ったトリプル A の社債さえデフォルトしてるんで、うん、どうなっていくかということです。なるほど。このような話の流れを受けてですね、中国株の CSI300 指数は11月25日に今月最大の下げに見舞われております。うん、なんと2日前ではですね、5年ぶりの高値つけたばっかりだったんですね。2日前に5年ぶりの高値つけたんですけど、今の話が出てきて今月最大の大暴落をしたということです。うん、まあ、先ほど言ったようにコロナウイルスの感染拡大で景気持ち直して、中央銀行である中国人民銀行が金融政策を引き締めるんじゃないかという懸念と、政府とつながりがある優良企業への、さっき言ったように社債がどんどんデフォルトをしているということが影響していると言われております。なるほど。というわけで中国経済がやばいって話はね、ずっと神尾 TV で言ってますけど、ますますやばくなってきてる、まあですね、ということでございます。で引き続きこのコーナーでも最新情報をお伝えしていきたいと思います。また何かね、緊急なことが起これば日本株 FX の大暴落につながるような中国での超やばい動きが少しでも出てくれば、すぐに紙容量を公式メールまでも緊急速報を出したいと思いますので、まだの方はぜひ登録しておいてください。はい、動画の概要欄にリンク貼っております。お願いします。神尾 TV はこのようなメディアでは報じない情報お伝えしますので、チャンネル登録もお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。では今週もですね、たくさん視聴者さんからご感想もいただいているので、いくつかご紹介していきたいと思います。はい、ペンネーム、うん、どんな自分も OK さん、56歳女性の方です。うん、書道講師ということで、へー、いつも貴重な情報ありがとうございます。21日に読まれた友人のメッセージの中で、うん、七藤さん大好きと言っていた友人です。おお、ありがとうございます。ね、七藤さん、その友人にメール送ってこれないかって言ったんですけど、うん、送ってくれました。ああ、よかったですね。もちろん涼さんも素敵ですと一応書いてくれてます。うん、あ、なるほど。ただ丸が2個ついてるんでね、まあ、なんか書いたみたいな感じですね。てんてんね。ゆいちゃんもとにかく綺麗と。ああ、ありがとうございます。点3つぐらいついてる。2つついてます。神尾TV は結構な内容にもかかわらず楽しく配信されているところが好きです。あ、これからも楽しみにしています。うん、イケメン大喜利もってことです。え、めっちゃうまい。お三方とも応援しております。ねおしのぎコーナー、イケメン大喜利。何書いてる？イケメン大喜利。この方は七藤さんのファンってこと、友人に紹介されて七藤さんのファンになったって方ですから、はい、イケメンぶりいきましょうよ。はい、じゃあおそらくこの方はですね、他のコーナーを見てくださっていると思うんで、グレイがシャドーバンキングに書いた新曲のタイトルとは。シャドーバンキングに書くの？グレイが、あ、まあ年代的にな、うん、まあグレイを知ってるやろうけど、はい、え、グレイが、うん、シャドーバンキングに当てた？シャドーバンキングの テーマソングを書きました。グレイがテーマソングを。大喜利の答え書いてるとは思われへん。なんでそんな時間がかかるんですか？一生懸命書いてるからですよ。では整ったようなので行きたいと思います。グレイがシャドーバンキングに書いた新曲のタイトルとは。今回は書道講師の方がメッセージくれたということで、うん、ちょっと書道風に書いてみました。シャドーバンキングに向けたテーマソングと、うん、誘惑。あ、あるやん。え、あるやん。いや、まあ、あるけど、まあ、うん、あ、ちょっとまだ違う。ちょっと誘惑2020みたいな。そうそう、2020みたいな。ちょっと歌ってみてください、サビの部分。ちょっと待って、誘惑でどんな曲。誘惑ってどんな曲やったかな。シャドウバンキングみたいな感じです。ヘビーローテーションやヘビーローテーションやの。誘惑です。誘惑です。あ、中国だけにパクリった感じの。そう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 、コピーですね。怒られるぞ。